歩行者天国時の連着通り1988年4月に建てられた岡崎ガスのショールームガスピア連着。現在は喫茶店が1階と2階に入っている。三菱 UFJ 銀行岡崎支店の付近、戦災復興前の連着通り連着通りとは愛知県岡崎市中心部を東西に通る道路の通称名である。道路の名称としては 連弱通りと表記されている。連弱通りの前線が、岡崎城下二十七曲の一部に含まれている。徳川家康の祖父、松平清康の時代、その家臣、大久保忠重が四線免除の楽市を許したのを、契機に各方面から商人が集まりこの地に死を形成した。荷物を運ぶのに背負い具の連弱を用いたので、 江戸時代初期にこの詩の通りを連雀町と呼ぶようになった。家康の関東違法後、田中義政が上主になって岡崎の城下町を整備し、東海道を岡崎城下の連雀町に通して、これを保護すると次第に商業が発展していった。特に五福商、木綿商、荒物、酒屋、油屋、小間物など、 武士の日用品や衣類を売る店が軒を連ねて、賑わいを見捨てた。1945年7月20日未明に、岡崎空襲を受け全町が消失。戦後の町名変更により、常連弱は本町となり、現在の連弱通りは、かつての中連弱と下連弱の地域のみとなった。1984年から1988年まで、町人祭りが開催された。 連尺通りは、江戸時代の街並みに様変わりし、当時の装束をまとった参加者で溢れた。1984年9月9日に開催された第1回は、市内外から5万人の参集があった。1988年4月16日、連尺通り3丁目に岡崎ガスのショールーム、ガスピア連尺がオープンした。鉄筋コンクリート5階建てビルの3階以上は、 文化施設として市民に開放されていたため、映画会や展覧会、料理や陶芸の実習などが行われた。建物の中には、茶道、稼働用の和室、青屋もあった。玄関口には、ガス灯ウ機が取り付けてある。岡崎ガスが手放した後有給不動産として長らく、手付数だったが、2014年9月3日、第2次安倍改造内閣の閣議決定により、 町、人、仕事創生本部が設置されたことをきっかけに生まれ変わることとなった。同年12月27日、町、人、仕事創生長期ビジョン及び町、人、仕事創生総合戦略が閣議決定される。2015年2月3日、平成26年度補正予算が成立し、地域住民生活等緊急支援のための交付金4200億円が、 計上された。岡崎市は、町、人、仕事創生事業費に対応するための地方版総合戦略を策定し、同年3月の岡崎市議会定例会に、関連の追加補正予算案を提出した。国庫補助金2億9、0790006、0円、県補助金4、909万8、0円がその主な財源とされた。そして、 中心市街地有給不動産活用支援業務として、空き店舗等の活用支援を行うためのリノベーションまちづくり推進事業費負担金1060万円が計上された。それに先立つ2年前、旧ガスピアレンジャクビルは国際芸術祭愛知トリエンナーレ2013の会場となったことがあった。近隣の死にのセンやカズタカは時点の南側の空き店舗を改装し、 2013年8月に、愛知トリエンナーレの休憩スペースとして、カズテカ道喫茶室をオープンさせる。ガスピア連雀は、岡崎市と民間の共同による、中心市街地活性化を目的とした、リノベーション街づくり事業の一環で改修され、1、2階に、カズテカ道喫茶室が入ることとなった。2016年8月、カズタカ道ビルが完成した。ありがとうございます。